俺の移動はメイト。東京の風を感じながらバイトに行く。車では気がつかない東京の魅力に気がつく。駄菓子屋に入ってみる。血糖値が上がる。しばらく寝る。バイトよりも100年後の地球のために、メイト。ということで、メイトのアンバサダーをやってる窪塚洋介さんに憧れた男として、メイト今回乗らせてもらいました。実はこちら、レンタルでして、いろいろちょっと事情がありまして、今バイクに少し乗れない状態っていうか、バイクの、少し細かく話しますと、そのバイクのシートに下北沢で、バイクを駐車している時に、その戻ってきたら、シートにゲロを吐かれてまして、形はしたんですけど、まだちょっと匂い残ってるってことで、今、駐車場で休ませちゃってる状態でして、まだこんな思いさせんのかよ下北沢ってことで、今ちょっともう電車とかでなんとか借りたメイトとかでやりくりはしてるんですけど、正直厳しいということで、メイトさん、もしよろしければなんですが、片落ちや中古なんでも構いません、1台お譲りいただけないでしょうか。このメイトもすぐ返さなきゃいけません。はい、ちょっと今回は短い動画になったんですけど、いただけた暁にはもうロングバージョンのレビュー、感想たっぷりやらせていただきたく思っております。めちゃくちゃかっこいい編集でもっといけた動画撮れると確信してます。片落ち中古なんでも大丈夫です。乗らせてください。もうそろそろ、YouTube 登録者数10万人ということで、ご褒美って言ったらおかしいですけど、プレゼントご褒美にいかがでしょうか。1年後の爪田のために、チャンネル登録おっしゃーす。